都市で綾空県の県と人口118,960人アンデス山脈のマンタロ川の上流域標高2 7 3 1ルに位置する1825年までは和漫画と呼ばれていた15,000年以上前の人間の居住跡がアヤクーチョの北約2 5トルのパイカマシェで発見されている 西暦500年から900年まで、インカ以前のアンデス地方に拠点を置いた、最初の拡大型の帝国として知られている、ふわり文化によって支配されていた。インカ以前の何千年もの間、アヤクーチョ地域には、ワリ、チャンカ、ナスカといった、様々な土着文化が根付いていた。1540年4月25日、フランシスコ・ピサロによって、スペインの植民が開始され、 この場所は、サン・ホアンデラ・フロンテーラで不マ漫画と名付けられた。マンコインカユ・パンキに率いられたインカによるスペインへの反乱が続いたため、ピサロリマ・ヤクスコから来た少数のスペイン人を、このエリアに素早く居住させた。1544年5月17日の国王令により、アヤクーチョは、ラムイノーブル、ワイリー・ルシウダで不マ漫画の称号を与えられた。 1677年7月3日、サンクリストバルでフアマンガ国立大学が創設された。1825年2月15日、シモンボリバールは、町の名前をアヤクーチョに変更した。町の名前は、1824年にこの地で起きた、アヤクーチョの戦いにちなんで名付けられた。12月9日、ラクイニュアのパンパ地帯の付近で衝突は起きた。戦場において、 数多くの犠牲者を見て、市民はこのエリアをアヤクーチョと呼んでいた。ケチャ語で、アヤは、塩、口は、核を意味している。アヤクーチョの戦いは、ペルー独立戦争における、スペイン軍と愛国軍との間の最後の軍事的衝突であった。愛国軍の勝利が、ペルー及び南アメリカの独立を確定させた。現在、ボリビアの首都になっているラパスも、 この戦い後、同じように、ラパスでアヤクうチョと一時的に解明された。町の経済は、農業と、セミ、洋業、比較業、金銀洗剤区などの軽工業で成り立っている。また、植民地時代に作られた33の教会と、1824年にアヤクうちの戦いが起きた、ラクイニュアの戦場の近くということが知られていて、このエリアの観光スポットとなっている。 サンクリストバルでは漫画国立大学がある。ありがとうございます。